としては特にグラウンドになってからすごい分数たくさん入るようになったりしたので、やっぱり体が資本と思うので健康でいないといけないから、メンテナンスはすごいほとんど行ってます、休みのためにあとは勉強のためにもいろんなところに接客を勉強しに行ったり、施術ももちろんラフィネだけでなくバダンバルーにも行きますし、ストレッチの他社さんにも行ってみたりだとか、あとはエステにも今行っていて、見られる仕事だしグランドという立場だから、やっぱりこう美しくかっこよく憧れられる存在でいたいなっていうのがあるので、自粛期間に太ってしまったのを解消するために今エステに通ってます行ってましたね、仲のいい同期のところに行ったり、練習がすごく苦手なんですね、なので練習はほとんどしないんです、試験の前にも練習はほとんどしない人なんですね、ぶっつけ本番みたいなもの体当たりタイプなんですけど、受けることが好きだから押してほしいポイントとかどこを触ってもらうとほぐれるのかっていうのは施術を受けることで学んでいったので、そういう感覚派の方は特に受けた方がいいと思いますし、感覚派じゃなくても受けることで感じることって絶対あると思うんですね、いいことも悪いこと、なのでたくさんの施術を受けてほしいなって思います。こう見えて気遣いなんです、私なので、あの気を使ってすごい疲れてしまうと仕事に支障が出てしまうので、気を使う人とは極力過ごさないように気をつけています。プライベートのストレスを最小限に抑えるっていうことが私の中で常に言っていることなんですけど、プライベートで嫌なことがあるとやっぱり仕事に多少なりとも影響が出ると思うんですね、なのでストレスを最小限に抑えて仕事に全力で 100% むしろ 120% で目の前のお客様に向き合える自分でいるためにそういう風にしています。私は結婚してるんですけど、グランドマスターになるために精神的に安定したかったので、安心をくれる、そして自分が仕事に全力で向かえることを理解してくれる人と結婚したんですけど、すごく尊重してくれていますし、仕事ばっかりしてるけど何にも言わないし、料理も作ってくれます、私は作らないですそういう人を私は選んだんですけど、結構若い時は追っかける恋愛もたくさんしてきたし、しんどい時期もたくさんあったんですが、それだと自分が幸せになれないなと気づいて、きっと彼でないといけないんだなと思って一緒になってもらいました、はい、多分皆さんそうだと思うんですけど、好きなことを好きなもの好きな人に囲まれていると自然と笑顔になると思うんですね、怒ってる顔より笑顔でいる方が絶対人って周りに近づいてきてくれると思うんです。私は美容とファッションが大好きなので、お洋服とかカバン、靴、そういったものに囲まれていたくって、であとはポジティブな人が好きです。やっぱりそういう人といると自分もパワーをもらえるし元気でいられる、自分が元気でいると人に元気を与えることができると思うから、常にポジティブでいられるように意識しています。めっちゃいい、それ最後一気ですよ、でもそんなんしたら最後